さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は植地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いします、はいえーすティーダやイイムンヤビンヤサイチヌートカワティチュウヤヌクサイビン�イアンベミチバタンイルンナハナノサチカントウビーセイハイサイグスヨカナティアチンセイミさてチュウヤ 新の新月十三日旧暦うちなのくゆめ3月の十七日に、ね、あたといびん東西中琉球新報の記事の中からうちなありくりのニュース打ちてさびだ中、えー、のニュースやうれいるきースニュースやびさ、えー、県立美里工業高校の生徒四十四人が第一週 電気工事士に合格ディヌニュースやビンユディナビラ沖縄市の県立三郷工業高校で2016年度生徒44人がシートゥチャー44人が国家資格の第一種電気工事士に合格試験にとって全国高校と高専の 高専 DC をサ高等専門学校のこと、縮みてゆぶること、やいびしが、の全国高校と高専の合格者数で合格される人数とせ、全国3位となりました。全国で3番にないビタン。生徒たちはシートンチャーや 部活動の窓窓に部活動の合間を縫って早朝と放課後に試験勉強に取り組みえ早朝してみてとお授業の上手やと放課後え試験勉強に取り組み文部両道で頑張った勉強音、備長音、運動音一平千葉やべたんうち胸を張っていました。自慢そういびん 電気工事士の資格は、うん、電気設備の工事を実施する際に必要であり、うん、電気工事士の資格を電気石入る土地にいるような分野いびまた扱える工事の範囲は限られますが、えー、扱える工事和社やカジラットイビー氏が和社やキミラットイビー氏が,扱えるびしが第2種電気工事士にも 78人が合格しましまた78人ん合格サビタンそのほかうぬふかに航空特殊無線技師工事担当者の資格にも挑戦し試験をきて合格者を出しました合格者の自闘便電気科3年で野球部の中居間海さんは、えー、海君は海君や えー、野球で甲子園を目指しながら、えー、野球や甲子園見当てに探ちいな勉強も頑張って勉強にちばっていい就職先に就きたいいい会社を手働き部採便にち地平地と呼び板意気込んでいました当時の松島校長は、えー、九十のお松,島松島校長新士や 難関資格に多く合格し難しい資格にうさき合格し学校都心一平知も福井総理便学校としても喜んでいる部活生がしてみてな学校系経にてち早朝に登校して部活と資格勉強を頑張った部活ん勉強権誘致バタン今後も継続して活躍してほしい かトゥンチジキティトしいよ。チムトンドウと期待しました人間サビタン中夜県立三郷工業高校の生徒44人が第1週電気工事士に合格これは全国で第3位の成績でしたのニュースうちてサビタン嬉しいですなとんせまた来週ユシリアベラニヘデビル はい、えー、どうもありがとうございました、えー、今日の担当は上地和夫さんでした